チャオ、あっちゃんです。今日11月24日、桜井市の南山神社に来てます。今紅葉シーズンでね、お客さんめちゃくちゃいてんねん。もっとねガラッとしてると思っとったらちょっと違ってた。で今日のコーデはこんな白のコートで、デニムのミニスカと下こんなで、靴歩きやすいようにねって感じで、ね、歩いていきたいと思いますね。うん、ね、前向いても生きとるけどね。まあ、ね、いつもねお店とか出てないけど今日は出てんねん。でね、屋台が出ててお客さん、観光客がめちゃくちゃ多いね。今日は来たいと思います。感じこの前も歩いたけどめっちゃしんどいねんここ、はい。今遅かったからね、閉まってたけど。あ、はい。普通に、はい。でもまだお腹も疲れてきた。すごいなんか何しかいっぱい落ちて、楽用してる。なんかいっぱい売ってるよ。はい、こんなやつどれ？2600円です。まずシャツ入れていきます。お味噌ついたの。ちょっとごめん、これ今度残しておいて。あ、はいはい、取ってください。すみません、一人。はい、はい、で臨時バスって取り合い。はい。1時間に2、3本あります。あ、もう帰ってきた。ありがとうございます。あ、ここも。こんな感じです。すごい紅葉が綺麗。イメージ撮りします。カメラで写真とこんな感じでね、自撮りします。あ、これいけんのかな。そうや、これ自撮りできんねや。これも素晴らしい。
いやいや、素晴らしい。いいことないわ。もう疲れてるよ。でも頑張って歩いていきます。この向こうにね、すごいね、パワースポットがあるのよ。大丈夫よ、まだ。ちょっとね、こういう神社か。後で行きます。どこかな、どこ行った方がいいかな。結構ありますね。そんなこと言わん方がいいよ。結構きついよね。うん。やばいぞ。これがね、十三重の塔。十三重の塔はね、藤原鎌足のお墓って言われてるんだよね。頭が痛いでございます。こんな感じ。すごいだよ、千年以上経ってんのよ。ほら、藤原鎌足の息子ね、あ、もうごめん、母言うて死ぬ、ね、建造の世界唯一って言われてるんですね、十三重の塔。647年に作られて、塔場で現代のものは1532年に再建されたんやって。そうなんや。でもお別れございます。本当にないんだよ。この裏にね、本物はね、こっからじゃない、逆から来るね、普段は。紅葉の時はこっから登れんだけど、こっちだとで下降りよ。逆や。ケマリーニョってこの人やって、よくケマリしてるとこね。ここがパワースポットな。蝶がいっぱいおる。ここね、岩倉って言って、めっちゃパワースポットやね。この滝と岩倉は、ご神道の信仰の姿、今に残した霊地です。もうごめん、自分で読んでください。動画止めて読んでね、ごめんね。で、結局このね、この水はすごいパワースポットで、せめて桜井薬店のパワースポットで、その水ね、すごいパワーがあるので、今ちょっとパワースポットで、パワーもらって帰りましょう。よいしょ。これね、お水がパワースポットなのね。水がパワースポットで、こういうね、パワーブロスを
パワーをもらって帰ります。冷たいよ。はい、ね、このね、岩倉っていうね、滝のパワースポットから、ちゃんのパワーブレスにパワーをもらいました。これでまたね、気温アップしたらいいかなって、嬉しいなって思いながら、帰ります。帰りましたわ、これからね。ちょっといろいろ行きます。はい。すごいでしょ。ほら、紅葉が。で、降りていきますね。この辺にね、おみくじがあるのよ。おみくじのとこ行こうか。ねえ、山と七福神の霊場60。おみくじをもらってきました。ごちそうになった。大黒天様が出ました、ね、大黒さんは金運の神様ね、確か商売繁盛ね、はい、営業繁盛、商売繁盛、五穀豊穣の神様です。財布の中に収めて大切にお持ちくださいって言われてね、あっちゃんの財布の中に入れさせてもらいたいと思います。
収めます。奥様ね、ではメインのおみくじを見ましょう。じゃじゃーん、大吉です。はい、では勤しみし印は見えて豊かにも小金なる波よる、はい、お山田の里、はい、することなすこと幸いの種となって心配事なく嬉しい運ですから、脇目振らずに一心に自分の仕事大事と励みなさい。少しでもわがままを気を起こして色や酒に溺れるな。はい、わかりました。はい、願い事、望みのままです。人の言葉に迷うな、はい、自分を信じろ。信じます。はい、待ち人音立たなし来る、安心なし来る。待ち人いてないねんけど来てくれるみたい。うせもの出るが手間取る。今うせたもんないね。大丈夫。旅立ちよし、連れの人に注意、連れていく人に注意しながら旅立ちはよしやと。一人旅んかな。飽きない、利益あり、進んで吉よし、頑張ろう。今頑張ってね、みんなと会えるように頑張ろう。はい、学問安心して勉学せよ。ちょっと勉強しようかな。はい、相場買え、今が最上。買うか、ドルでも買うか。はい、争いごと勝ち、退くがり。はい、まあ、の争いごとしません。あっちゃんは恋愛、この人より他になし。今いてないんだけど誰だろう。矢移り差し支えなし。上吉、矢移りか、いい場所あったらいいんだけどな。お産安し安心せよ。いや、お産はないです。今後も、はい、病早く改善します。縁談多くて困ることがあり、静かに。多く縁談来る、まさか。来たらね、困るかわからへんけど静かに心定めます。はい、ということで大吉なんでお財布の中に収めて帰りたいと思います。ね、すごい運気がいいね。来てよかった。なんかもやっとした時はね、神社とかに来るとね、何か指針が見えます。いい悪いにしてもね。はい、で、財布の中を収めて、では引き続きだんだん神社をね散策していきましょう。ごめんね、ちょっと電源つなぎます。では行きましょう。ねえ、ここはね、神廟廃所。もうね、鎌足り供養のために作られた妙楽寺の講堂で、友の書、はい、よく分かりません。じゃまた後で勉強しておきます。では靴脱いで登りたいと思います。どこで靴脱ぐのかな。
さんがいてんねん。で、次ね、女性はこちら。あちゃんは女性の仕事をなでなでして、なでなでなで。で、男性の狛犬もなでなでしときます。両方やからね。はい。します。こっちも。なでしておきます。はい。で、これね、金は自由に叩いてくださいって言われたら叩いとこう。暗いところで美白モードにしたから真っ白になっちゃった。ちょっと待ってね。しょ、フォーカスをオート、はい、ね、今ね足の神様をお参りしてきたからフラフラの足が治るかな。本殿とこ行ったら靴脱がなダメだね。はい、ということで歩いていきましょう。どこ行こうかな、一回登ろうか。はい、暗いね。よいしょ、こうこんな感じ。これぎっしりでなんかいっぱい立ってんねん、ここね。これさっき言ったあの水のとこ、パワースポットです。こっちも立ちます。さっきの13時とあと、あれ、私が気持ち楽になった気がするのもない。プラシーボ効果やと思うけど、はい、でも息切れは激しい。息切れの神様ないかな。はい、本音の神様が、はい、談山神社に、紅葉を見に兼ねて、お参りに行ってきました。予想以上に長い動画になっちゃったね。最初駐車場から出て駐車場まで帰ってくるのに1時間15分ぐらいの動画になっちゃったんで、あまりにも長いので25分ずつの3部作にカットさせていただきました。で今回、3部作の第1弾としてアップロードしました。では、明日、明後日と第2部、第3部に続きますということで、この辺で終わりにしたいと思います。1時間15分の動画をね、いっぺんに上げてしまってもね、だら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 間延びした動画になっちゃうんで、今回ね、この辺で終わりにしたいと思います。で、次回の動画でね、ちらっと言ってんねんけども、あっちゃんね、神社に行くのは、神社とか神様を信仰してるとかそういうわけじゃなくね、おみくじもなんかね、当たるもはっけ当たらんもはっけって言うんでね、おみくじ、まあ占いやねんけど、それと一緒でね、何かって言ったらね、何かもやっとした時に神社に行くことによって何かその指針が見えてくる。おみくじによって、いい結果が出ようが悪い結果が出ようがね、それに対しての指針が見えてくるから、次何をしたいかっていうもやっとしたものが見えてくるんで、結構神社とか行ったりおみくじ引いたりするのが好きなんね。そんな感じで今回大吉が出て、自分のやってることがいいよ、貫けよってことが出たんで、これからも人生、貫いていきたいと思います。はい、ということで、今回だんだん神社、前編まだ、本殿にも到達してないんだけどもね、ぐるっと回ってきて、いつものねコースじゃないのよ、あれ、
回るところがね、紅葉のシーズンは、違うルートからね通れるようになっててね、だから、まあ、ぐるっと逆側じゃないけど、いきなり本殿の前に出てしまうんでね、横からくるっと回ってきて、本殿にたどり着くっていうコースを通りました。はい。で、次回ね、本殿編はね、本殿から見たね、すごい綺麗な紅葉風景もあるんで、あっちゃんのね好きな写真っていうか、段々神社おすすめのすごい撮影ポイント、あっちゃん流のね綺麗なポイントが、灯籠茶は何や、提灯みたいなのが、提灯って言わへんけどね、分からへん、ごめん、なんかずら下がってて、その間から紅葉が見えるところ写真撮ってんけどね、めっちゃ綺麗ねんけど、それを、サムネにしようかな、まだ迷ってんねん。もしそのねサムネ3つ選べんだけど、そのサムネのうちなんかこう綺麗なのがなかったら、それを、写真撮ったからね、サムネにしようかなと思ってんねんけども、それが第2部、次回出てくるんで、楽しみにしてください。で、第2部はね、あの感じで見ると、25分ぐらいの動画にしようと思うんで、段々神社本殿から恋神社っていうのはね、恋愛の神様、そこを通って、学業の神様は菅原道真が祀られているところと、なんだ、商売の神様、なんかね、段々神社商売の神様が結構多いねんね。で、お商売のことが多いんで、そっちの方も、お参りさせてもらってきた。そこはすごくね、寂しい、おどろおどろしいした怖いところでした。はい。で、怖い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 ながら歩いてます。お楽しみに待っててください。で、第3部、3段は、そこからもう帰り道に、で、参道のねお店屋さんをちらっと見て帰って、車の中で段々神社のちょっとお話をしている動画になるんだけども、そんな3部作で、今日、明日、明後日と、3日連続上げていきたいと思ってます。はい。紅葉と、赤いね朱で塗られた段山神社のコントラストをお楽しみください。奈良県では結構ね有名どころの綺麗な、紅葉スポットです。はい。よかったら、今年はもう終わっちゃうけどもね、来年、近鉄 JR どちらもね桜井駅同じところやねんけど、そこから、紅葉シーズンは臨時バスが出てます。で、紅葉シーズンは臨時バス1時間に 2,3 本出てると思うね。で、紅葉シーズンじゃない普通シーズンは1時間に1本、定期バスが出てます。それで、よかったら段々神社ね、お参りしてみてください。はい。すっごいパワースポット、今回の動画に出てきた、岩倉滝みたいなとこね、あそこの水のパワースポットもね、すごいパワースポット、なんでよかったら来てください。奈良県桜井市はね、神社発祥の地、三輪神社もあるけどもね、段山神社、奈良時代の大化の改新を、なんだ、中大兄の王子と、藤原の鎌足がお話しした、語らい山のところにある段山神社、はい、奈良県のなんだ観光地の一つ、それも隠れた観光地で、今日の動画、あれで人が多い方です。いつもはね、ほとんど人がいてない寂しい神社なんで、よかったら来てください。はい。入山料、大人600円です。はい。子供400円やったかな、300円とか忘れたけど、動画に出てるんで、そこは見返してください。はい。ということで、今日の段々神社、紅葉散策ツアー第1弾、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい。この動画いいなと思ったら高評価押してください。で、チャンネル楽しいなと思ってくれたら、こっちか忘れたけど、チャンネル登録ボタンがあるんでチャンネル登録お願いします。スマホ携帯の方はこの下の動画の概要欄に、チャンネル登録ボタンがあるんで、そこからチャンネル登録よろしくお願いします。では、これからもね、奈良県、自称奈良県観光大使あっちゃんが奈良県の観光スポット巡りたいと思います。では、またね、バイバイ。